どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、規制化禁止化がささやかれているこの最強スキル、デッキマスター能力コマンダーこのスキルを使っていきたいと思います。あの規制によってリミットによってね、強化がされましてね、これ禁止化がにわかにささやかれているわけなんですけども、自分のフィールドにコマンダーがいる場合、自分フィールド上の戦力機械族のモンスターの攻守が300ポイントアップするっていうことしか書かれてないんですが、実はこの、スキルがですね、修正されますよっていうことで、どうなるかっていうとガチクソ強くなるんですけども、自分のフィールドにコマンダーがいる場合300アップするプラス、ドローフェーズ時に通常のドローを行う代わりにデッキからコマンダーをドローするっていう確定コマンダードローができるんですよ。確定コマンダードローですよ。強すぎだろ、やばすぎる。それはあんな強いモンスター確定ドローしていいのか。ディスティリードローじゃん、もうもはやそれは、もはやそれはもうディスティリードローということで、今回デッキを組んでまいりました。デッキのギミック自体はですね、まあ、そんなに説明することはないんだけど、このモンスターね、ちょよく見てください。闇属性機械族なんですよ。闇属性機械族なんですよ。最強じゃん、最強のモンスター出せるんですよ。でプラスこれ通常モンスターなんですよ。これ最強なんですよ、最強すぎる。だからまあこれ彼、まあ、主役ってなんですけど、今日一応コマンダーさんは、コマンダーさん主役なんですけども、だってなんだってさ、よく見てよ、ロケットランチャーとバズーカ砲を装備した実戦部隊だよ。弱いわけない、弱いわけがない。でこのモンスターをまあ うまいこと使って、まあこういったそういう下っ端モンスターを出していくっていう、まあ要は隊長を使ってうまいことをその下っ端を使って勝っていくっていう、そういうデッキに、ね、なってますね。あと隊長を送りつけるっていうこともします、たまには。はい、たまにはあの隊長を召喚して隊長を送りつけて相手のなんかあのクソザコモンスターをもらうっていうね。だからあえてですよ、あえて相手に強いモンスターを送りつけて相手のなんか弱そうなモンスターをもらうっていうこともたまにはするってことです、たまにはね。であとはまああのくじの決断とかを入れて通常モンスター墓地送って手札持ってきながらこいつを出しやすくするっていうこととか、あとやっぱそのまあ強いからあんまりやっぱ効かないんだけど、たまにやばいあのカードとかあったらやばいんで、まあほぼ効かないけどね、このモンスターは。このモンスター最強なんでほぼ何も効かないんだけど、たまにやばいカードがあるからこういうカード、こういったカードをまあ入れてなんとか対策をたまにはねしていかないといけないかっていう感じで、はい、そんな感じ。どうでしょうか、このデッキ強そうでしょ。めちゃくちゃ強いから、レジェンド対ね勝率ね2割くらい、多分1割か2割って感じ。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、ヘルカイザー亮君、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。でこれ一回メカ、もうごめんごめん、一回メカハンター、一回ね、一旦メカハンター、ごめん、一回メカハンターするわ。でメカハンター召喚して、エンド。サイバーはなんだかんだ破壊してくるんですよね、基本的に戦闘でも効果でも。だからデスペラードさえいればなんとかなることは結構ある。結構サイバネティックオーバーフローも連打されるとかはきついけど、まあ言うて今デスペラード2体いるんで結構いけると思うコマンなお、今の意見はコマンダーガチ勢による完全な考察です。これコマンダーガチ勢考察。さあ来い。サイバー流は割と五分五分の戦いできるからこのデッキデスペラードが引き出ればな。サイバーいいだろう、サイバーロードフュージョンいいだろう。俺のフィールドには機械族闇属性のモンスターがいるぜ。大丈夫かサイバーリュウさんよ。キメラティックランページだもん、いいだろう。三連打許してやるぜ、いいだろ、許してやるぜ。サイバードラゴンとフィギュア送るぜ、いいだろ。三連打だな今。リペアプラントは強いぜ。これで怪獣なんだ、地図消えるか、地図消えるか、これまずい。ああ、サイバードラゴンコアか、危ねえ、よかった。でサイバードラゴンコアで後続のサーチを OK、 3連打きた。でデスペラードリボルバードラゴンを特殊召喚していくぜ。さあ困ったなヘルカイザー
マジで裏やめて、マジでマジで裏やめて、マジで頼む。あぶねー。おい、カイトロイドはあるんでしょうね。ヘルカイザーさん、カイトロイドはいけー、コマンダー、うおー、バトル、ロケットランチャー発射。全軍突撃、コマンダー最強、禁止化確定、対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、天井員アスカ選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。デュエル、あ、強いぜ。なんていう強いハンドだ、なんという強いハンド。やっぱりね、苦渋の決断が強いですね。墓地肥やしながら手札に持ってこれるんで、まあ、1対1度しか使えないんですけど、このカードは1枚制限なんですけども、やっぱ三積みするべきカードかなと思ってる俺は。アロマガーデリング、めっちゃめんどくせえやん、これめっちゃめんどくせえデッキやん、だるいやつやん、これやばいやん、あれ強いんだよ、なんだかんだ。スキル発動しない。発動してるのに来んだよ、発動してるのにめっちゃ来んだよ、このモンスター。発動してるのさ、スキルのすげえ来んだよ、コマンダー手札に。なんでこれガーデニング、後でいいか、ガーデニングなんて、ガーデニング後でもいいな、今俺の方がライフめっちゃ少ねえしな、ガーデニング後でいいわ多分。これバックこっちじゃねえかな、なんだ、まあ多分なんか恵みとかそっち、潤いとかそっち系だと思うんですよね。じゃあそういうカードなんで、多分これは除外しておいた方がいいかなっていう気はします。ちょ、ガーデニング後でいいや。あ、カワキか、オッケーね。クジロ決断していく、でメカハンターもちょくて、メカハンター持ってくる。これいく、これいきます、いや、いくでしょ、これ、これいこう、いけ、コマンダー、コマンダー怒りの鉄拳、デスペラード、リボルバードラゴンの効果を発動。あ、これ投げればよかった、やべ、ちょっと投げればよかった、これごめん、ちょっと投げればよかった、ちょっとプリミした、ごめん、これ今投げればよかったんだけど、まあいいや、ターン終了。でコマンダー怒りの鉄拳すぎんだな、これコマンダーは。で突撃していって、後からなんかめちゃめちゃ強いのデスペラード、リボルバードラゴンとかで最強のモンスターが出てくるっていうね。どうですかこのデッキ、強いでしょ。これ回復めっちゃされるやん、クソめんどいな。あ、縦にすんのいいや、縦にすんの全然いい。あ、オッケー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 。スキル発動せず、あ、メロダーク強、メロダーク強。ちょっとごめんねコマンダーさん、ごめんねコマンダーごめんコマンダー、コマンダーさんごめんなさい。ちょっと置いてもらっていいですか、ちょっと邪魔っす、邪魔。そしてメカハンターを召喚、コマンダー最強、コマンダーがコストとして最強。コマンダーがコストとして最強。はーって、よし、ちょっと計算するわ。2150だから、こっちから行って、はい、でこれぶん投げていいな、でターン白だ、よし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 、いいぞ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 、あと50に追い詰めたぞ、あと50に追い詰めてやった、いいだろういいだろう、スキル発動しねえよ。スキル発動してるとこ見たことないぞ今のところ、これでっけ、いけいけ、メロダークパイセンでダイレクトアタック、アロマガーデン、いいだろう、アロマガーデニング、自分の方がライフが少ない場合、攻撃宣言時になんかデッキからなんかアロマを出してくるっていう効果だ。でさらに恵みの、雨で、恵みの雨は、墓地から千雷払うとモンスターを特殊召喚できるよっていう効果があったりなかったり、ラジバンダリ、あと500ライフ回復するのは、恵みやから、墓地か手札かフィールドのなんかアロマをなんかデッキ戻すとなんか、回復するみたいなライフをっていう効果があったりなかったり、ラジバンダリで、アロマジーベルガモットは、ライフが回復すると打点が1000上がるっていう効果が あったりなかったりする。いいよ、アロマジーカランガ戻して、でここは攻撃続けていく、続けていってバトルステップでぶちかましていく、
バチコリぶち壊していく。全軍発射全軍発射。ありがとうございますコマンダーさん、あなたはいいコストでした。さあお相手の方、これはもしかしてできますね。コマンダーミラー来た。やばいことした。こうしてでこうでしょうね。で俺はメロダークは出すんだよな。メロダークは出すんだ。とりあえず墓地は除外する。いやコマンダー出していいんだよな俺。コマンダーラスはさすがにデッキマスターのコマンダーって言ってんだったらコマンダーラスはコマンダーを召喚。全軍に次ぐこのモンスターが破壊された場合、てかだからヤバそうなモンスターが出てくるぜ。さあ準備 OK だ。玉込めよーし、ロケットランチャー準備よーしあとはこのコマンダーさんを破壊してもらうだけだぜ。光の援軍、何光の援軍、コマンダー、何ハンターライクだと。貴様落ち方が強いな。これジャンクシンクロも回収することができる。あ強い、強いジャンクシンクロ回収が強い。ジャンクシンクロ召喚、何貴様まさか強いコマンダーを特殊召喚だと。強すぎる、なんだこのコンボは。いやシンクロするんかーいっていうね。でもこれちょっと待って、コマンダーの必要性ある、それコマンダーである必要性ある、それちょ思ったけど俺。はい、なんかでも3000は超えるの結構大変だと思うよ。スクラップフィスト、やべえな、これラッシュオーレとかあんのかな。ラッシュある、もしかしてラッシュあります。バトルフェイズ、え、やばいこと起きそう。ちょっと待ってよ。わかった、そこまではいい。ああ。いや、コマンダーの必要性ある？それ。